はいどうも獣医師のぶっきーです。今回もですね、一般犬猫飼い主様たちにとって有意義な情報を提供できるようにですね頑張ってまいりますので、どうぞ動画の最後までお付き合いいただければなというふうに思います。それではよろしくお願いします。はい、本日のお題はこちらになります。はい、ドン。猫の百合中毒ですね。まあ、これなんですけどね、たまに、まあ、夜間でもね、飼い主様から、猫の飼い主様からお問い合わせのお電話があったりします。自宅で、まあ、猫が百合食べてしまったとか、かじっちゃったとか、どうしようみたいなことでのお問い合わせがたまにありますね。で、まあ、百合中毒なんですが、まあ、百合と一言で言ってもですね、いろんな種類の、まあ、百合化植物があるので、まあ、ちょっと全部をね、私は把握してもいないですし、まあ、正直花はあんまり詳しくないので区別もできないんですけども、まあ、ユリ科のね、植物で中毒を起こすんで、まあ、特にこう、何々ユリっていうね、なんちゃらユリっていう、まあ、ユリと名の付くものにはもう全部注意した方がいいかなというふうに思います。あとは、何々ユリっていう、最後にユリがつかなくてもユリ科の植物だったりするようなものもあるので、まあ、結構危ないなというようなところですね。で、まあ、今回の動画では、猫のユリ中毒とは、まあ、どういったものなのか、あとは猫がユリを食べてしまった時に飼い主様はどう行動するべきなのか、あとはユリ中毒の防ぎ方についてですね、お話をしますので、すべてのね、猫の飼い主様たちに見ていただけたらなというふうに思います。それでは始めていきましょう。まずね、猫のユリ中毒とはまあどんなものなのかというと、まあ文字通りね、猫がまあユリ科の植物を誤食してしまってた時に、起こることのある、まあ、中毒のことですね。で、まあ、ユリ中毒が起こると、まあ、その猫は急性腎不全を起こしますね。で、まあ、その急性腎不全を克服できない場合は、本当最悪な状況だと亡くなってしまうこともあります。ユリのどの部分を食べてもですね、いけないので、まあ、どの部分にも中毒性の物質が含まれているようなんですね。なので、葉っぱも花も、あとは茎の部分とかも、まあ、全部食べちゃいけない部分になってます。で、ちなみに、まあ、そのね、ユリ中毒を起こす、その原因物質ね、中毒の原因物質も、やっぱりそのブドウ中毒と同じように、まだどれが本当の原因物質なのかっていうのは、まだ特定はできていないようですね。で、猫のユリ中毒の、まあ、症状なんですけども、まあ、これはね、正直一言で言ってしまえば、まあ、体調が悪くなるって感じなんですよ。症状を見ただけで、あ、これユリ中毒だねってわかるような症状では、ないです。まあ、急性腎不全を起こす中毒なんで、まあ、多尿になったり、吐いたり、脱水したりとか、急性腎不全の時の症状になってくるんですけども、まあ、これはね、何か特徴、百合中毒に特徴的なものっていうよりは、まあ、ご自宅でね、一緒に猫さんと生活してて、まあ、気づける症状としては、やっぱなんか元気ないなとか、体調悪いなとか、食欲ないなとか、そういったことなのかなというふうに思います。まあ、なので、まあ、動物病院にいらっしゃる飼い主様でね、まあ、大半はもう百合を食べたことを目撃した飼い主様とか、あとは自宅にその飾ってあったユリがなんか猫にガジガジにされちゃってるとか、そういうようなもう、確実な証拠を持ってね、動物病院に来院される方が一番多いのかなというふうには思います。まあ、現場見てないと、こう、なんでね、急性腎不全、例えばユリ中毒になってたとしても、なんで急性腎不全になってるのかわからない場合も結構多いと思うので、まあ、本当にね、原因の特定には、すごい慎重な、問診と飼い主様との、会話っていうのがとても重要になってくる病気かなというふうには思います。で、まあもう、とりあえずね、体調おかしいなと感じたとき、あとはユリを食べたらもうすぐ病院へっていうようなことですね。で、まあ猫が、まあユリをね、誤食してしまったときに、取るべき飼い主様の行動は、まあ今言った通りなんですけども、まあ様子を見るんじゃなくてですね、まず動物病院もう早めに受診しましょう。で、そこでかかりつけの先生の指示に従って治療を受けるというのが一番大事なことかなというふうに思います。で、できればですね、その時、かじったその植物の破片とか、かじってどれぐらい食べちゃったのかっていう量とか種類、あと植物の種類が分かるようなものも持っていけたら一番いいかなというふうに思います。で、まあ、ご自宅でね、その無理やりに吐かせようとしたりとか、水をね、口から流し込んだりするようなことは、なんかかえってね、別のなんか危ないことが起こってしまう可能性が多いので、これはやめた方がいいかなというふうに思います。はい。
で実際にね動物病院でどういった治療をね、猫の遊離中毒を起こしてしまった子に対して、するかというと、まあ、基本的にその中毒を起こってしまうともう特効薬なんてのは、ないんです。猫の遊離中毒に対する特効薬っていうのは存在しないので、もう基本的にはもうその起こってしまっている症状に対する対症治療、対症療法しかありません。まあ、輸液をしたり、点滴をしたりとか、あとは、まあ、なんとかおしっこ出してもらうような感じで、まあ、体が回復してきてくれるのをサポートするというような治療のみになってきますね。で、誤食をしてね、早く病院の方に、来ていただけてれば、吐かせる処置をしたりとか、まあ、活性炭を使ったりとか、あるいはもう胃洗浄したりとかっていうことができるかもしれないので、まあ、早めに動物病院に行くということはとても重要になるかなというふうに思います。まあ、ただね、実際どういった治療方法になるかっていうのは、その場でね、実際に受診した動物病院、あるいは、まあ、かかりつけの動物病院の先生とよく相談をして、決めていっていただけたらというふうに思います。まあ、検査としてはですね、血液の検査だったり、超音波の検査だったり、あとはおしっこの検査だったり、まあ、あと他の画像検査だったり、そういったところを実施される、あるいは、提案されることが多いかなと思うんですけども、まあ、遊離中毒が疑われるようであれば、まあ、こういった検査はね、特に省略する意味もないので、しっかり実施した方がいいかなと、私は思います。はい。で、肝心なですね、猫の遊離中毒を防ぐ方法ですね、飼い主様たちにぜひ、ここだけはしっかり、行動していただきたいなと思うんですけども、猫の遊離中毒を防ぐ方法ですね。これはもうほぼ一つしかないかなと思っています。で、しかもその方法はですね、とっても簡単です。何かというとですね、自宅に遊離を持ち込まない。これですね。まあ、まあ単純に猫さんね、家の中でほとんど飼っていただいてると思うんですけども、その中毒を起こすユリと、接点がなければですね、ユリ中毒を起こすことは、まあほぼないと思うんですね。まあ猫の命と、あとユリを自宅に飾ること、どっちが大事かっていうことを冷静に考えてみてください。大多数のね、猫の飼い主様が、ユリを飾ることに対してそんなこだわりがないと思うんですよ。なのにわざわざね、飾ってしまって、ご自宅の猫のね、命を危険にさらしてるんですね。まあ、これはもう本当、正直飼い主さん側の責任だと思ってますので、本当にね、とっても簡単な予防策になりますので、もうぜひね、自宅に遊離を持ち込まないということ、これをぜひ実行してもらえたらなというふうに思います。はい、で、今回ですね、猫の遊離中毒についてお話をしました。で、この動画を見た飼い主様たちはですね、遊離中毒のことをよく知っていただいて、で、そしてご自宅の猫さんが遊離中毒を起こさないようにですね、行動してもらえたらなというふうに思います。で、今後もですね、こういった形でワンちゃん、猫ちゃんの主に医療に関する情報をですね、どんどん発信していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ次回以降の動画もですね、チェックしてもらえたらなというふうに思います。で、まあ、今月、まあ今ね、6月なんですけど、まあ動画のね、配信する曜日を月曜日と木曜日に、まあ勝手に決めました。はい、まあ大体それぐらいの頻度でね、コンスタントに、発信できればいいかなというふうに思います。はい。で、まあ、今回はこれで以上になりますので、ありがとうございましたというところです。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい。それでは、バイバイ。また次回。